マリー・フランソワ・シャビエル・ビシャー、マリー・フランソワ・グザビエ・ビシャーは18世紀のフランスの解剖学者、生理学者である。一般解剖学を表し、人体の初期間を構成する組織を21種類に分割、区別し、疾病は組織にあるという説を立てた。ジュラノ・トワレットに開業医の息子として生まれた。モンペリエで数学を学んだ後、医学に転じた。 1791年から1793年まで、リオンの下界、マルク・アントワーヌ・プティの下で、下科学と解剖学を学んだ。1793年、フランス革命の上乱の中リオンからパリに逃れた。その後、パリオテルデュ病院の筆頭下界、ピエール・ジョゼフ・ド・ソーの下で働き、下科学雑誌の編集を行った。1796年に、 医学教訓協会を設立し、1797年から解剖学、生理学、下科学の教育を始めた。1801年からパリ・オテル・デュ病院の医師を務めた。1802年に死亡。死因は死後冒険によっても不明であったとされる。美社は、イタリアの解剖学者、ジョバンニー・コール・バッチスタ・モルガーニラの後を受けて、解剖を行い、顕微鏡は使わずに、 体内の組織、21種類を発見し、疾病が個別の組織を攻撃するという説を立てた。後に、ルドルフ・ウィルヒョウが開くの細胞病理学の基礎を築いた。ABCD 小松義彦、久座ビエ美社と、生徒死の生理学研究の歴史的ありか、医学の歴史、小川かなえさん中高新書。ありがとうございます。